その話小沢にもっと聞かせて。こんにちは。2月最後の土曜日、どんなランチタイムを過ごしていますか？ STU48 岡山県出身の沖優香です。 STU48 愛知県出身磯貝香音です。はい、ハミヤミリスナーから質問が届いているので読みたいと思います。岡山市東区ラジオネームポンタくんからです。沖ちゃん、香音ちゃん、こんにちは。ステージ度胸のある2人に質問です。就職活動を控えている大学3年生ですが、人前に立つことが苦手で自己 PR が超苦手です。模擬面接を何回かしましたが、いつも緊張して3割くらいしか話せません。2人はオーディションの時にどうやって乗り切りましたか？コツがあれば教えてください。ということで、任せてください。スタジオに特別講師をお呼びしています。それでは今週もスタート。萩原工業プレゼンツ、はみ出せはみ出せ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。夢力だぞ。お届けするのは ST48 で夢力。 FM 岡山ハミヤミ ST48。 改めましてこんにちは、 ST48 の沖優香と磯貝香音です。2021年に大学を卒業する人は3月から一気に就活が忙しくなるそうです。あら、オープニングで就職活動の面接についてのお悩みを紹介しました。私たちよりね、頼りになる現役の人事担当の方を今週はスタジオにお招きしています。萩原工業株式会社総務人事課柴田智香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、柴田さんは入社何年目ですか？はい、入社3年目になります。どんなお仕事をされる、実際に書類選考とか面接も担当されたりするんですか？私は面接官は担当しないんですけど、うん、合同説明会で学生に対して会社 PR をしたり、うん、採用試験の受付や面接までの案内とか、うん、試験を受けてくれる学生さんのフォローを行っています。いや、でも学生もね、こんな綺麗なお姉さんがね、やってくれたらモチベーション上がりますよね。可愛いからね、なりますよね。はい、2021年卒業予定の学生さんは就活がこれから忙しくなるそうなんですけど、萩原工業での採用スケジュールとかはどうなってるんですかね？はい、明日3月1日からホームページのエントリーを開始します。うんうん、その他、うん、沖さんが CM 撮影をした本社工場を見学できる単独説明会と、うん、あと工場見学もあります。聖地巡礼や。聖地巡礼できる。採用スケジュールの詳細は萩原工業ホームページでぜひチェックしてみてください。はい、面接って何回もあるものなんですか？はい、萩原工業では2回ありまして、一次面接と最終の社長面接を行います。おー、オーディションみたいね。ね、いろんな個性の一次審査、二次審査、ね、三次審査みたいな学生の人が競うなんですけど、印象に残った面接とかってあったりしますか？そうですね、面接の質問に対して頭が真っ白になってしまったのか、ちょっと答えが出てこずに泣いてしまった女子学生さんがいたそうです。わかる、気持ちが緊張するんだ。緊張するからな。なんで泣いてんだろうって思ってた。そういうの縁なさそう。全然ない。それでもその子は立ち直して、うん、そこから気持ちの入った受け答えをして、うん、見事採用になったそうです。すごい。失敗しかけてもそこで諦めないことが重要だと思います。ここで沖さんと磯貝さんに面接マナークイズをさせていただきたいと思います。あんまり面接したことなさげな2人。お二人ならどうするかお答えください。はいはい、ではケース1、はい、グループ面接をしています。他の就活生が話している時のあなたの目線は？話してる子、前を向いてうなずいてる。あー、分かれた。答えはですね、他の就活生が話している時は話している就活生の方に目を向けてうなずいたり相槌を打ったりして聞く態度を取りましょう。マナー完璧。私イエーイ。またして2ではあったら、出して2ではあったら。ただし大げさすぎるリアクションやガン見をしないように心がけてくださいと。ガン見しそう。話を聞く態度っていうのが大事っていうことで。なるほど。それではケース2、面接の最後に面接官から何か質問はありませんかと聞かれました。
どう答えますか？うわこれ怖、私は採用ですか？いやどうなん、なんて答えるのが正解なんだ。会社のについてのコンセプトみたいなのがあって、それについて今後どうしていく感じですかみたいなことを聞くと思います。真面目や。と答えはですね、こういう質問の返答として、ありませんっていうのはまずふさわしくない、その時しか先輩の意見聞けなかったりもするから、そういう時チャンスを生かしていこうっていうことで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。参考になりまして、ね、ポンタ君から面接で緊張しますと来ていましたが、面接する側の方たち、まあ、例えば萩原工業ではどんなポイントを見ているんでしょうか？ベタなんですけど、やっぱり元気が一番だなと思います、の大きな声での挨拶とハキハキした受け答えが好印象につながると思います。あとこれはちょっとしたコツなんですけど、面接の鉄板的な質問で、学生時代に頑張ったことは何ですかっていう風によく聞かれるんです。それのよくある答えが部活動だったり、あのサークルの話が多いんですけど、やっぱり学生 の本分は学業なので、学業にまつわる話、例えばゼミでの取り組みだったり講義で学んだことなどを話すとグッと印象が上がると思います。柴田さんも学生の時は面接を受けられたんですよね？はい。何を聞かれてどう答えたみたいなのって覚えてらっしゃったりしますか？そうですね、私はそれこそ学生時代に頑張ったことは何ですかっていう風に質問を受けまして、私大学4年間で一人暮らしをしていたので、一度もカップラーメンやお惣菜を買わずに毎日自炊をしましたと自信満々で。すごい、ましたお嫁にしてほしい。すごい全然学業関係ないでも大事、確かに健康管理とか大事だからね。確かにいいアピールですね。すごい、まあ、面接といえばね、私たちもオーディションという名の面接を通ってきました、ね、面接通ってきましたね、企業採用どころじゃないとんでもない倍率のオーディションを勝ち抜いてきたんですよね。勝ち抜いた、何かオーディション対策とかはされたんですか？1期生のオーディションって倍率何倍ぐらいだったんですかね？なんか8000人ぐらい受けてたんですよ、もう40人ぐらい、なんかまあ計算はできんけどそのぐらいっていう、なんかありました対策？私今だから言うけど超自信あったんよ。ありそう。もう絶対落ちんと思って、もう可愛いっていう自覚もあるしじゃあなんか右から左へ聞き流ししながら聞いてほしいんだけど、分かりました。あの人から愛されてる自覚もあり、そこそこ可愛いっていう自覚もあり、はいはいはい、で別にダンスも苦手じゃない、で喋ることも大好き、で結構面接っていうのってなんか人から認めてもらえるってことじゃん、合格したってなったら、っていうのもすごいなんか自分の中ですごい好きで、楽しめてるっていう自覚もあって、絶対アイドル向いてるっていう意識っていうか自覚もあったから、もう絶対受かると思ったから、なんか対策とかない、もうありのままで受かった。私受かるからっていう気持ちで行ったまあ実際受かってるのがすごいですよね。分かりました。自信が大事自信持ってるのなんてね、こうやって話さない限り分かんないからね。3年後とかに自分めっちゃ自信あったんですよって言わない限り知らないからねまあまあまあ確かに自信は大事。おきちゃんは？私はでも何回かオーディション受けたんですけど、全部面接は通ってて今まで、結構プロなんですけど自分は STA の1期生オーディションの時は審査対象の方々がおじさま方だったんですけど、おじさま方に好かれようと、自分はもうめちゃくちゃ自信がなくてネガティブでなんですけどみたいな、本当にもう自虐ネタに走ったんですよ。そしたら面接官のおじさんがそんなことないよって言ってくれて、でもなんかそういうのある。私もなんかその前を向いてみたいな、もう超自信あるやんこれで受かるっていうのも分かって、いやでも自分はとか言って、まあいろいろ考えてやることが大事って、ね、いうことですね。はい、萩原工業の新卒採用エントリーはこれからということなんですけど、どんな学生さんに来てほしいとか考えていますか？はい、萩原工業の採用ホームページにも書いてあるんですけども、成長、挑戦、感謝という3つのキーワードで採用活動を行っております。会社とともに成長できる方、失敗を恐れず挑戦できる方、感謝の気持ちを持てる方と一緒にお仕事ができれば嬉しいです。すごいいいキーワード、 STA もこれ大事にしていきたいですね、本当に、ね、
はい、岡山市のポンタさん、今日のお話は参考になりましたか？あと面接で緊張しないコツはエンディングで聞きましょう。磯貝香音さんと一緒にお届けした FM 岡山ハミヤミ ST48、 まあ企業への就職活動の経験がない私たちもね、うん、すごい勉強になりましたよね、うん、もう本当にね、これからの役に立った気がする、うん、なんかもうもし面接するとかしないとかじゃなくて普通に役にね、うん、まあマナーってやっぱ大事ですね。大事、マナー大事、身につけていきたい、うん、あのマナーある大人になっていこう20代2人で頑張りましょう。本当に常識を身につけていきたいですね。はい、はい、最後に就活の話をお聞きした萩原工業株式会社総務人事課の柴田智香さんから、面接で緊張しない方法と攻略ポイントを教えてください。はい、ズバリ穴行き作戦です。穴行き作戦、はい、とは面接で自分を大きく見せようとするとそれが不安になって緊張につながると思います、うん、やはりありのままで等身大の自分で挑むことがいいと思います。磯貝さんぴったりじゃないですか。向いてるかもしれない。もうありのままで、どこ行っても愛されるんでこれからもね、はい、愛される人生を歩んでください。はい、はいはい、柴田さんありがとうございました。ありがとうございました。今日の放送内容は後ほど画像と一緒に番組ブログで公開しますのでチェックしてみてください。萩原工業プレゼンツ、はみなせあみなせ ST48、 ST48 の沖優香と磯貝香音でした。バイバイ。この番組は萩原工業の提供でお送りしました。